さんこんにちは、こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、星を紡ぐ精霊フェスね、4回来てるんで引いていこうと思います。あとそれと同時にね、シンゲリラもやっていこうと思います。さあとりあえず引いていきましょう。はい、1、はいはいはい、さあ来い。いやまあまあまあ、いや賞味ルーツが出るだけマシみたいなとこあるけどな、まあ、全然悪くはないんですけどね。ちなみに今回から星を紡ぐ精霊フェスね、こんな感じでノーチャラスが入ったんでね、まあ、もしノーチャラス欲しい人はこちら引いてもらえればなと思ってます。で今回の動画はね、もうこんなんじゃないんですよ。もう正直今レアガチャとかもう正直どうでもいい。今日はまず少しだけね、文句っていうのもおかしいけど、まあ、意見をね話そうと思います。はい、今現状ですね、こんな感じでシンゲリラ来てるじゃないですか。火の元からラッシュというねシンゲリラ来てるんですが、この仕様がなかなかにやばいんですよ。ちょっとねゲリラダンジョン見せますね。はい、こんな感じで、火の元からラッシュね、見てもらって分かる通り19時半から20時と、あとは今現在ね12時から12時半まで来てます。まあ実際にちょっとやりながら話していきましょうか。はい、じゃあまあ実際にね周回しながらやっていこうと思います。結構このダンジョンね凶悪な難易度だったんで、ボスがね黄金の番人来た場合に40億 HP ぐらいあった気がするんですよね。で3億防御あったんで、なかなか倒しづらそうだったんでね、今日はちょっとガチガチ遠征にしてきたんで、これでやっていこうと思います。いきましょう。はい、で今回話すことに関してなんですけど、シンゲリラの仕様について少し話していこうと思います。はい、で現状ですね、シンゲリラ皆さん何種類あるか知ってますか？今パズドラにはシンゲリラというものがあるんですが、実はですね今シンゲリラの種類がなんと11種類あります。全部俺言えないレベルであるんですけど、まあ元々あった2種類っていうのがノエルドラゴン大集合とキングダイヤドラゴンの逆襲やったんですよ。でこの2つがめちゃめちゃ美味しくて、は神じゃんっつってね、もう多分パズドラをその時ガチやってた人って、まあ、正味さめっちゃ周回したっしょ。今ね結構貯金ある人もいると思うから何も言えんねんけど、めちゃめちゃ美味しいやんってなって、は神やんってなったわけなんですけど、その後ですね、その美味しい2つに加えて、それがめっちゃ多分周回されたんでしょうね。シンゲリラがなんと追加で9種類増えたんですよ、2種類に加えて。でまず増えたのがショータマドラサイ、ピータンラッシュ、大収穫宝玉ラッシュに超絶プラスポイントの洞窟です。まあプラスポイントはまろやってる人は多分まったいと思うんで置いといて、まあ、超タマドラはね1回のゲリラでノエルがまあ300体ぐらいもらえる美味しいダンジョンと、あ、タマドラがね、タマドラが300体ぐらいもらえるダンジョンで、ピータンラッシュはピー1体とキングタンが大量で、大収穫宝玉ラッシュはまあ宝玉がめっちゃもらえますよと。まあ正直ノエルとかに比べるとまあまあまあって感じではあるんだけど、それでもやっぱり美味しいダンジョンが4種類来たんですよ。で現状今6月上旬になって、火のお宝ラッシュ、水のお宝ラッシュ、木のお宝ラッシュ、光のお宝ラッシュ、闇のお宝ラッシュ、これで合計今11個実装されたんですね。で僕はこのね一覧を見た時に、多分既存のゲリラが減ってシンゲリラがどんどん増えてくるんだろうなと思ってたんですよ。そうで、それでおめっちゃいいやん、ノエルラッシュとかに加えてこんなダンジョンも来てくれるんやなと思ってて、今回ついに火のお宝ラッシュが来て、ゲリラダンジョンの時間割を見た結果、なんと火のお宝ラッシュしかないと。これが何を表すか皆さん分かりますか？なんとですね、ゲリラダンジョン、クソゴミ仕様に変わります。1回の種類が来るのに、待つ期間がなんと11日間です。あ、まあ、10日間かな、10日間待たないと同じゲリラはまた来ません、この仕様やと。これ別にね、エンジョイでやってる人からすると、賞味10日間に1回、まあ、11日間に1回回れば、まあ、なんだかんだ報酬足りると思うんですよ。エンジョイの人からすると。まあ、周回できることを前提にね。ゲリラダンジョンってやっぱり時間限られるから、多分周回できん人いると思うんですよ。俺もやっぱね、大学とかもあって、周回できん時ってあるんやけど、実際特に社会人の方って一番周回しづらいと思うよね。昼と夜に来ても、まだ昼仕事してます。夜仕事してます。家帰ってきたら10時です。ゲリラダンジョン終わってました。全然あると思うよね。そう。だから、時間がない人っていると思うんやけど、この仕様だと、なんとですね、その社会人の人1回被ると次やるの11日、10日後です。11日経たないとできません。やばくない？マジでさ、俺言っていいですか？クソゴミやと思うんやけど、この仕様が。ですね、本当に僕は、シンゲリラがいっぱいゲリラダンジョンに組み込まれるんだろうなと思っていたんですよ。うわ、でめっちゃ美味しいやん、最高かよ、神運営ハジドラ最高って思ってたら、まさかの1日1種類。もちろんです、ユーザーに有利なダンジョンは何回もやりません。11日間に1回だけ回ってください、当たり前じゃないですかっていうね、運営からのなんか天の声が聞こえてきましたね。いやもうね、ちょっとこれ、まあ、もちろん僕がわがままっていうのもあるんですよ。それを大前提として聞いてほしい、これは俺のわがままでいいから。
わがままでいいから聞いてほしいんだけど、11日に1回はさすがに少なくない？いや、あのですね、11日1回確実に回れるならいいんですよ。例えば11日に1回1時間分のストックがもらえますとかだったらさ、必然的にね、絶対に回れるじゃないですか。だったら全然いいんですよ。ただゲリラダンジョンってもちろん時間がこうね、ゲリラで変わるわけですから、確実に回れるとも限らないと。その上でこのクソ仕様はなんかちょっとね、思うところは僕はあるかなって感じです。まあこれに関しては本当に賛否両論だと思うんで、僕の意見としてね、捉えてください。よく僕の主張でね、まあユーコルが言っとるからそうなんやろっつってこうなんか便乗してくれる人もおるんやけど、これはもう本当に賛否両論だから全然ね気にしないでほしいんやけど、ただまあ正直言うと俺はノエルだけ回りたいのよ。わかりますけど、キングダイヤドラゴンとノエル大集合だけ俺は回りたいんですよ本当は。そうで、実際まあ正直このゲリラダンジョン来てる中でやっぱ人気なのはノエルとかキングダイヤドラゴンやとは思うんですね、正直俺は。もちろん他のやつも人気だと思うんでね、あれなんですけど、まあ正直そこら辺がかなり人気だと思うんですよ。でまあ実際自分が回りたいゲリラダンジョンとか皆さんもあると思うんですよね。その上でこの11日間に1回しか来ないっていう仕様はなかなかなクソ仕様じゃないかなと思いました。でこれまあちなみにね、ワンチャン変わる可能性もあるんですよね。今現状だけこういう仕様で、もしかしたら後々はこれの仕様が変わって、あ、もちろん変わりますよっていうパターンかもしれないんで、全然今何とも言えませんが、もし本当にこのままの仕様が継続されて自分がやりたいダンジョンっていうのが11日に1回しかできないとすれば、マジで最悪だと思います。はい、まあこれはね、ちょっと僕朝ね気づいてね、すごい一人でねなんか落ち込んでたんですけど、まあできれば運営さんはこんなね、クソみたいな既存ダンジョンいらないんでね、既存ゲリラダンジョン今更グラと降臨周回するやついないんでね、まあ全然ゲリラダンジョンの種類変えるのめんどくさいから残すのはわかりますよ、全然いいんですよ。ただゲリラダンジョンを新ゲリラにしてリニューアルする雰囲気を出すなら、こんなクソみたいな既存のゲリラダンジョンは捨ててもらって早く、もう少しですね、例えばね、グラと降臨とかをね、既存のスペシャルダンジョンにするとか、もうそれとも手段でゲットしてくださいってシステムに変えるとかしてもらってね、さっさとゲリラダンジョンを美味しくしてもらえればいいなと思ってます。まあ、100歩譲ってですよ。100歩譲って、例えば精霊の保育ラッシュとか、超絶メタダラ降臨とか、超プラスとか、ね、そこら辺はまだ美味しいの分かるんですよ。100歩譲って全然ね。まあ、本当は俺今心の奥でこんな美味しくねえダンジョン誰が回るんだと思ってるんですけど、その気持ちを抑えるならば美味しいと思うんですね。そう、ただ本当にグラと交流をやる人は見たことがない。全然グラとが好きな人とかグラと周回してますって人はどうぞご自由に。基本的に僕の視聴者にもね、当然 1% ぐらいはいると思うんで、そういう人に対しては本当申し訳ないんですけど、 99% のプレイヤー回ってないと思うんですよね。だからこういうなんか既存の誰も回ってないダンジョンを残すぐらいなら、しかもなんか新ゲリラダンジョンいっぱい作ってリニューアルしますみたいな感じを出すんだったら、もうさっさと早くゲリラダンジョンを美味しくしてもらえればなと思いました。まあ、もしですけど、このままノエルドラゴン大集合とかが、ずーっと来ないなら、もう僕は正直このゲームのモチベクソ下がるなと思いました。正直ここ最近なんか運営が炎上してますとか言っててさ、山本プロデューサーツイッター炎上しますとか言っててさ、もうクソほどどうでもいいなと思ったんですけど、今回のゲリラダンジョンの件は、個人的にかなり、思うところがあるなと思いました。はい、まあという感じで、ちょっとこの動画ね、すごい感情むき出してごめんなさい。今からね、大学行くんでね、撮り直しもできないんでね、このままアップロードします。まあこの動画ちょっと久々にですね、ユーコルさんではなくてですね、田中直樹が本音で話す動画だったんですが、まあ共感した人はね、ぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。いや、てか普通に俺は本当に、どんだけ視聴者さんから、これは違うだろって言われようが、俺はこのゲリラダンジョンが11日に1回しか来ないっていう意見は変えません。おかしいと思います。まあという感じで、ね、今回の動画終わりにしようと思います。チャンネル登録、高評価ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。